皆さんこんにちは。今回は CPU 台に油を直接かける CPU クーラー、略してゆちょく CPU クーラーの製作過程について紹介します。油冷の CPU クーラーで台直をしたのではなくて、 CPU 台に直接油をかけられるようにした CPU クーラーです。で、今回は製作したきっかけや製作過程について、次回に PC を動かして CPU クーラーとしての動作を紹介します。では早速、ゆちょく CPU クーラーを作ろうと考えたきっかけについてです。まあ端的に言って、このゆちょく CPU クーラーも冷凍庫 PC の一環です。今ご覧いただいている動画自体、冷凍庫 PC というシリーズで、そのパート23になるんですが、ゆちょく CPU クーラーは冷凍庫 PC の制作当初から構想を考えていました。これまでに紹介してきた予定で言うと、型案2と言ってきたやつです。それでどうして油、油冷をやろうとしたのか、さらに CPU 台に直接かける構造にしようと考えたかについてなんですが、油冷自体は冷凍庫の低温でも凍結せずに動作できる冷却方法の一つとして検討していました。以前作成した不凍液水冷の別案みたいな感じです。低温でも凍結しないで冷媒として使えそうな液体って何だろうと考えた時に、パッと思いついたのが不凍液と油だったわけです。他にも候補があったり、最近検討するようになったものもあったりするんですが、その話は今回の最後、おまけで話すとします。ちなみに今回のおまけはそれら液体についてと、その液体に対してちょっと相談したいところがありまして、よろしければ皆さんのお力添えをいただきたく、ひとまず本題の方、不凍液と油が候補にあって、不凍液の方はすでに試したので油についてです。油と PC といえば、油の中に PC を漬け込む油没冷却というのがありますね。そして油の種類によっては低温でも流動性が保てて冷媒として使えそうです。油は PC との相性が良い、低温冷却にも使えそう、まあ両方とも、かもしれない、というレベルなんですが、結構気になる、一度試してみたいと思わせる液体でした。ただ、かもしれない、といったように不安点がありました。油は絶縁性が高いから PC を漬け込んでも短絡、ショートしないということなんですが、そもそも PC は油に漬け込む前提で作られていないので、漬けてすぐは問題がなくても、時間が経つと壊れるとか壊れないとか、両方の情報がありました。このシリーズでやっている冷凍庫 PC の最終的にやりたいこととして、いろいろ冷却システムを作って試した後、出来上がった時の最新の PC パーツ構成で、ゲームとかシミュレーションとか試してみたいと考えています。そんなことを考えていたので、壊れるかわからない油没は消極的でした。じゃあ油没みたいに PC 全体を漬け込むんじゃなくて、水冷 CPU クーラーの冷媒を水から油に変えようって考えました。油没冷却の最大のメリットだと思う、PC パーツ全体を冷やしやすくできるという点はなくなりますが、壊れる心配はだいぶ少なくできるでしょう。でも単純に水から油に変えるだけだと冷媒の適性というんでしょうか、油は水と比べて粘度が高いドロドロなんで、おそらく冷媒の循環が弱くなりそうです。冷却的には期待薄でした。それならせめて油の絶縁性という特徴を生かして、 CPU 台に油を直接かけて、通常はあるはずの CPU クーラーの金属ブロック部分や CPU グリス、ヒートスプレッダー、その下の熱媒体を取っ払ったゆちょく CPU クーラーにしてみようと考えたわけです。冷媒に対する熱移動、熱伝達の部分は微妙ですが、CPU グリスなどをなくしたことで熱伝導の部分は大きく変わります。そんなこともあって前回の動画では CPU グリスの影響について考えていました。といった感じで期待して当初は初期の予定から組み込んでいたゆちょく CPU クーラーですが、後々思うところがありまして、なくなる予定の CPU クーラーの金属ブロック、映像のは水冷の水枕の部品ですが、この表面、冷媒との熱交換を活発にするために表面積を増やす加工が施されています。これ2000円くらいで買った格安品ですが、それでもこのような加工がされていて、それでいてこれが冷媒としては油より優秀な水を対象に作られた部品です。つまりパッと見でも30ミリ四方の範囲を使って水は熱交換しているのに、ゆちょくは CPU 台という大体9ミリ、13ミリの範囲を油で冷やすって、十分に熱交換できるんでしょうか？いや、もしかすると油なら CPU 台だけじゃなくて CPU の基板からも熱交換してくれるかもしれないし、ものは試し、作って確かめよう。そんなわけで今回の制作となりました。では制作過程を紹介していきます。
製作といっても作ったのは水枕の部分だけですけどね。癒直できるように CPU と水枕を合体させます。で、水枕については自作しました。水枕を構成する部品はアクリルパネルをレーザー加工したものです。これらのアクリル部品を組み立てていきます。まずネジや配管部品が付けられるようにいくつかの穴はネジ切りをします。アクリルにネジ切りって個人的にはネジ山の強度が不安なんですが、まあお試しってことで作ってみました。問題なくネジ、DC 水冷用の配管部品は取り付けられました。次に細かいアクリル部品をアクリル接着剤で組み立てていきます。一つずつ、重ねてはくっつけてです。ところで余談なんですが、私今回初めてアクリル接着剤を使いまして、これすごい便利ですね。乾燥は早いですし、接着強度も高そうです。まあ乾燥が早いから位置ずれした時の修正は急がないといけませんし。アクリル接着剤ってアクリル同士を溶かして結合させるみたいで、一度くっつくと剥がせないっぽいです。私が製作するアクリル部品はほとんど再利用は考えていないのであっていそうですが、慣れが必要なんでしょうか。位置ずれしないように、気泡が入らないようにといった練習が必要そうです。ひとまずこの部品はこれで完成です。この状態だと何に使うのかわかりにくいですが、また後ほど出てきた時に話します。次にこのアクリルパネル2枚を接着します。これもアクリル接着剤をツツツーと流し込んで、できたのがこちら。見た目は、気泡がたんまり入っていますが、ご愛嬌ってことでよろしくお願いします。パネル同士を接着するのに粘度の低いタイプは難しいみたいで、接着剤の種類を変えるか。あとは、これも熟練度というか慣れなんですかね。綺麗に作るのは難しかったです。まあ外観はあれでも接着強度は申し分ありません。あとこのパネルは先ほどの部品と違って、パネルの間をシール処理します。パネルの開口部に油が来る感じです。まあ今シール処理している部分まで油は来ない想定ですが一応です。さっきのアクリル接着剤で気泡を入れずに綺麗にくっついていればシール処理しないで済むんですが、気泡ができちゃったんで、もしかすると気泡同士が繋がってトンネルみたいになっていて、来ない想定だけど油がやってきて、それで油がそのトンネルを通ったら、油漏出です。そんなことにならないようと万が一の対策です。アクリル接着剤で強度が保てたので、シール処理目的のコーキング剤は穴埋め程度にほんの少しにしました。シール処理した部分はあまり目立っていない、というか気泡の方が目立つから相対的に目につきませんね。あとこのパネルにはもう一つ部品をくっつけます。小さい部品ですがこれ結構重要なところで、この部品が CPU に、CPU の基板に直接くっつきます。映像は試しでその部品を CPU にくっつけた時のものです。接着剤は先ほどシール処理で使ったコーキング剤です。このコーキング剤は本来水回りで使うものなので電子機器に使うのは論外かもしれないんですが、以前から割りした時も水回り用のコーキング剤を使っていたので今回も使っちゃいました。ただ今回使ったのは白色です。どこにどの程度塗ったかがわかりやすいです。コーキング剤を塗ったアクリル部品を CPU に乗っけて、シール処理&接着固定します。原始的な方法ですが空割りでも同じことをする場合もありますし、そもそも CPU 自体が工場出荷時はこれと似た状態でしょう。その点は安心です。で、この部品に関しては気の早い話ですが、解体時のことも検討しておきました。アクリル部品の大きさ、厚み、幅をヒートスプレッダに合わせたので、接着した後でも空割りツールを使って、剥がせるようになっています。CPU に取り返しのつかない加工をするわけにもいきませんので一応ここまで考えておきました。では先ほどのアクリルパネルとその部品の接着に話を戻します。ここの接着はコーキング剤で、ほんのちょっとの量でくっつけました。接着強度の面では不安なんですが、これも解体時のことを考えています。最低限の強度でシールできれば OK です。ここのシール処理と解体はぶっつけ本番なので、次回動画のおまけでここの解体について話します。で、接着できたらあとは CPU にくっつけるだけです。PC パーツ側の準備ってことで、ヒートスプレッダを外した CPU を、CPU のマウントパーツを外したマザーボードに装着。いや、装着というより置いただけですね。CPU が固定されていないので、この状態でマザーボードの向きを変えたりすると CPU が放り出されます。ひとまず PC パーツ側はこれで準備完了です。あとは先ほどのアクリルパネルに、お試し同様コーキング剤を塗って、固定用のネジをあらかじめアクリルパネルに通して、
ネジを固定しながら CPU とアクリルパネルの位置関係を調整します。これで大体狙った位置で接着固定&シール処理ができました。くっついた様子がこんな感じです。 CPU にくっつたコーキング剤ですが、部品の外側は結構ギリギリの危ないレベルではみ出してました。もう少しで CPU ソケットの枠、下手するとピンがある部分までコーキング剤が届きそうでした。対策としてテープでマスキングしておくか、コーキング剤の量を抑えめにしておくべきでした。まあこの部分は次回の解体時にもう一度見てみましょう。あとは最初に組み立てたアクリル部品をパネルの中にくっつけます。この部品は簡単に外せるようにコーキング剤の量を少なくしています。それでこのアクリル部品ですが、役割としてはルーロの制御、油の流れ方を調整するために作りました。この部品がないと単に片方からもう片方に油が流れるだけになるんですが、そんな流れをする水枕をすでに持っていまして、先ほどのやつです。これとは別にもう一つ格安の水枕を持っているのですが、そっちのルーロがまず金属ブロックの中央に冷媒が流れて、そこから左右に分かれるという作りでした。そしてその水枕の方が若干冷却性能が良かったので、今回の製作ではその考えをパクりました。まず CPU 台の真上に油が来て、左右に分かれるようにこのアクリル部品を設計しました。真上から見ると CPU 台の上にこのアクリル部品は乗っかっていますが、実際には 0.5 ミリほど隙間を作ってあります。 0.5 ミリの隙間を油が流れる時にうまくいけば流速が稼げて熱交換が活発になるかもなってくれればいいな。そんな感じの作りです。ちなみにこの部品の有無での影響は見ていませんので足からず。あとは O リングをアクリルパネルと部品の間にはめ込んで、一部は切った O リングを使ってシール処理します。まあ切った方の O リングの役割はシールというよりアクリル部品の押さえと油の流れを抑制する感じです。ただ実際に組み立ててみると、この部品をなくして輪っかの O リングを使っておけばよかったなとも思いました。そのあたりは今後の製作の参考としておきます。あとは最初にネジ切りしただけのアクリルパネルをボルト固定して O リングを潰して完成。思ったより順調に、思ったよりしっかりと作れました。外観は今後の課題ですけど、ひとまず検討通りに形作れたので嬉しいです。ところで今更ですが、今回の製作ではアクリルを使っていますが、アクリルは耐熱性が低いです。製品によって変わりますが、60度 C、80度 C とかです。 CPU の温度でよく目にする数字ですね。なので状況によってはアクリルにとって CPU 周りは危険な環境かもしれません。まあアクリルの耐熱温度って割れるではなくて柔らかくなって変形しやすくなるとかだったと思います。今回の使い方的には熱されてかつ力がかかるアクリル部品はほとんどありませんし、あわよくば油の循環でアクリルも冷やされる、そんな希望も勝手に持っておいたので、今回はお試しってことで使用しています。そんなこんなで CPU と一体化させた輸直用の水枕ができました。あとは配管部品をくっつけて、ラジエーターやポンプなど水冷用の部品を組み立てて、輸直 CPU クーラー全体も準備完了です。じゃあ油を入れてみましょうか。もしシール処理が不十分だったら油まみれになるのでドキドキです。入れる油は日清のキャノーラ油ヘルシーライトです。無関係でしょうけど驚きの軽さと書かれていて、粘度が気持ち低そうだったので選びました。他にも候補はいくつか、いやいくつもあったんですけど、お手軽かつ安価なこれを選びました。他の候補については後ほどのおまけで紹介します。入れてみると、まあ油らしいねっとり感があります。ですがポンプを動かしてみると、思ったより勢いよく流れてくれました。で作った水枕の方ですが、漏れてはいなそうですね。じっくり見てみると、Oリングの切れ目から結構油が流れている様子がわかります。もう少しここの部分の流れは抑制したかったんですが、今回はこんな感じです。本来流れてほしいアクリル部品と CPU 台の隙間からは一応出てきてくれていました。先にこの隙間から流れて、次に Oリングの切れ目からも出ているみたいな順番で流れていたようです。この後はしばらく油を循環させて、配管内の空気を逃がして、もろもろ準備していたのですが、油の漏出はありませんでした。シール処理も問題なさそうです。個人的には本当に思ったより順調にできました。じゃああとは CPU クーラーとして動くのかですが、それは次回紹介します。今回はここまでです。
ここからは今回のおまけ、冷凍庫 PC で使おうか考えていた液体についてです。冷凍庫 PC で使うか検討していた例外として、不凍液と油の他に、当初は無水エタノールも候補に入っていて、最近だとノベックなどのフッ素系冷媒も検討し始めました。無水エタノールは絶縁性があるので PC の洗浄とかで使いますし、極低温冷却の一つのドライアイスを使った冷却で熱媒体、みたいに使われるほど低温耐性もあります。多分粘度も油よりエタノールの方が小さいでしょうし、絶縁性、低温耐性もあるなら、今回の油直みたいに、エタノール直、エタ直、が冷凍庫 PC で作れるかもしれません。まあエタノールとの相性でアクリルがほぼ使えないって問題もありますが、そのあたりは一旦置いといて、できたかもしれないのにやらなかったのは一つ疑問があったからです。エタノールってポンプで循環、というかかき混ぜるみたいに刺激を加えても大丈夫なんですかね。濃度によるんでしょうけど燃料って印象があるのでいいのかなーって不安でした。まあ燃料でもフューエルポンプなんてあるくらいなんで大丈夫そうな感じもしますが、そんな疑問が無水エタノールに対してありました。フッ素系冷媒は、以前のベックというフッ素系冷媒を使った PC 動画を見てから候補に入った液体です。私にとってフッ素系冷媒というとフロリナートが思いつくんですが、あれもうだいぶ古い情報のようでした。フッ素系冷媒はサーバーとかで使われるものなんですが、PC の液没冷却向けに作られたものがあります。絶縁性も凍結温度も申し分なく、以前までは気になっていた毒性、環境負荷も今では抑えられているみたいです。まあお高いので今回は価格の時点で候補外となりましたが、仮に安くてももう一つ疑問がありました。あれを廃棄するときってどうすればいいんでしょう。毒性とかについて記載されたデータでも酸体として処分となっていまして、そりゃ下水に直接はありえないでしょうけど、こういう液体を頼める酸体処理の業者って限られます？今まで直接的に酸体処理の業者さんのお世話になってこなかったので、処分方法が不安でした。まあ聞けば済む話ですし、まだ聞くまで至っていない程度のやる気ってところもありますが、あの液体は冷却的にすごいですからね、関心は持ったままでした。お詳しい方がいらしましたら、ぜひご教授いただきたく。油については今回キャノーラ油を使いましたが、これ以外にも候補がありました。というか油は多種多様で、エンジンオイルにシリコンオイル、電気絶縁油なんてそれっぽいものから、調理油でもキャノーラ油にオリーブオイル、様々です。まあ電気絶縁油は酸体処理が必要な油なので面倒なんで避けますが、エンジンオイル、シリコンオイル、調理油は PC 冷却での実績、というか動画がすでにあるくらいだったので検討対象でした。シリコンオイルは結構粘度が低いようで油の中でも一番有望株なんですが、今回はお試しってスタンスで始めちゃったのでスルーして、手短なオイルでやることにしました。そしてエンジンオイルか調理油となりまして、最初はエンジンオイルを使うつもりでした。バイク用のエンジンオイルを持っていまして、PC の隣にこのオイル缶を並べたいなーって考えていました。ですが注ぎやすくするためにペットボトルに移し替えた時に、思った以上にねっとりとしていることに気づきました。エンジンオイルとしてはこのとろみなんて気にかけたことがなかったんですが、これは循環できるのかなと不安になりまして、最終的に調理油を選びました。とろみ、粘り気が気になったということもあって、調理油でも比較的サラサラっぽそうなキャノーラ油にしています。意味が違うんでしょうけど、驚きの軽さに惹かれました。オリーブオイルも捨ててがたかったんですけどね。ネタ的にというか、CPU からいい匂いがするというのも何か惹かれるものが、ありません。まあ油直自体がネタなんでご容赦を。こんな感じで液体選びしていました。今後の制作で使うかもしれない候補にシリコンオイル、無水エタノール、フッ素系冷媒がありまして、無水エタノールのポンプ循環など取り扱いにおける注意点、フッ素系冷媒の廃棄方法についてご存知の方がいらしましたらご教授いただけると幸いです。もし不安が解消して見通しが立ったら、機会を見つけてまた予定を追加変更、紹介したいと思います。以上、今回の紹介でした。次回は製作した油直 CPU クーラーの冷却性能を見るということで、油直 CPU クーラーと普通に組んだ水冷 CPU クーラー、水冷の構造のままで冷媒を油にした油冷 CPU クーラーを比べます。ではでは、ここまでご視聴ありがとうございました。さようなら。